どうも、テッシーです。早速ルフェイン人、ルフェイン人、天空人のルフェインの町ですね、探索していきます。我々の伝説がある。400年の地、光を持った戦士が現れ、我々を救ってくれると。我々からすると我々が光の戦士ですね。おお、光を持った戦士、伝説は本当だった。これ他力本願がすごいですね。ここは入れない。天空人なのにそんなんでいいんですかと。土、火、水、風の4つの力はこの世界を形作っています。我々はそのうち風の力を授かり、宇宙に城を浮かべたのです。はあ、そうですね、今まで土、水、火、土、火、水のカオスを倒してきて、最後風ですよね。400年前、我々は高度な文明を持っていた。宇宙にさえ手を伸ばしていたのだ。しかしそれも今では忘却の彼方だ。歴史はすごいですね。浮遊城は空高く星の海に浮かんでいます。宇宙にあるってことか。そうすると天空人はある儀式によって記憶を代々受け継いでいくのです。しかし400年の時の流れに記憶が薄らいでしまっている。これはさ、普通じゃない？普通のことだよ。これは記憶を代々受け継いでいくのですっていうすごい力があると思いきや、400年、言ってしまえば、人間で言ってしまえば5代6代ぐらいでちょっと変わってきちゃったかなみたいな感じじゃない？いいんすけれども。祖先が作ったロボットたちは今でも動いているだろうか。じゃあ、あのロボット、あのワープキューブ、このワープキューブくれたロボットは天空人が作ったものか。でもワープキューブどこで使うんですかね、これ。これ今使ってもいいのか。じゃあそれはまずいよ。天高く浮いている浮遊城、我々の祖先が昔住んでいたところだ。ミラージュの塔はその入り口になっている。はははは。天空人の力、風の力はティアマットに遮られてしまった。ティアマット、ロボットが何か言ってたやつか。4匹のカオスを操るやつがいると踏んだ。我々はその居場所を何とか突き止めようと5人の戦士を旅立たせたが、ついに帰ってこなかった。5人の戦士、4人じゃなくて、いろいろ新しいのが出てきてますね。来た来た来た。さあ、このチャイムを持っていくがよい。これを持っていればミラージュの塔へ入ることができる。いや、でもなんかチャイム誰か使ったとか言ってた情報があったけどね。我々はティアマットと戦った。しかし奴を倒すことはできなかった。今でも奴は浮遊城にいるはずだ。我々は最後の頼みだった5人の戦士は今でもどこかで生きている。しかしその姿はコウモリにされてしまう。コウモリっていろんなダンジョンに飛んでたやつじゃん。うわー、こいつらマジか。よし、はい、まとめると、ミラージュの塔まず行くと、今もらったこのチャイムですね、天空人に伝わるチャイム、振ると澄んだ音色が響き渡る。全然音聞こえてこないですけれども、これをあの塔のところ、塔に行って、入れるんでしょう、普通にね。入れる状態になったと。それで浮遊城に行ってティアマットっていうやつを倒すということですね。でもなんかロボットがティアマットを、なんつってたかな、ロボットティアマットがどうのこうのっ
って言ってただけしか覚えてないんですけれども、まあええか。であとはなんか素敵なチャイムの音がしたのよねって言ってた人がいましたよね一回。だから俺たち以外にも誰かがあのミラージュの塔に入ったっていうことですよね。怖いな。でしかも5人の戦士がいた。誰なんだろう5人の戦士って。コウモリにされてしまったと。まあいろんなところ、ダークエルフのところにもいましたし、まあそれこそ最初のカオスの神殿にもいましたよね。カオスの神殿、ダークエルフ、あとはあれか、土のカオスのところにも赤いコウモリいましたよね。他はちょっとあんま覚えてないな。まあ最初の方とか結構いましたから、あれが5人の戦士ってことか。ミラージュの塔、まあ、このまま行けます。ちょっと待って、入れ、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、落ち着け落ち着け、まだ回復もしてないから落ち着け。おいで落ち着いていくと、ホーリー回復、ホーリー、そうすればアシュとも攻撃、まあボス戦か、使うのはね。そうしたらボス戦で使うと。待って、ホーリー一応念のために、念のために一回ちょっと練習で戦ってみるか。ブリザガとブレイクね、レベル7、セーバー、あーなるほど、ブリザガ買いだな。でもちょっと待って、45,000ね。ちょっと待って、超までと慌てるなと。確かケアルガも売ってましたよね。ガディアはよくわかんない。あ、ディアの一番上ってことか。あれ、こっちは違う。ケアルガは買っとこうね、さすがに。だから45,000使うことになって、剣とかは猫の爪だけだったよね。ここも普通の道具屋。あれ、ここの右でしたよね確か。一番上から右行っちゃうと妖精のとこ行っちゃうから、よしよし、白と黒あって、これホーリー売ってるはずよ。あ、6万か、よかった。6万で、こっちが、あー、このクラスか。ストップとかは結構ねやっぱりいいんですけれども、やっぱりまあホーリーですね。買って、あー45,000で1万足りないのがちょうど。ちょっと待って、レベル8。待て。買ったけども、使えんぞ。やっちまった。まあいいや。45,000とブリザガとケアルガ。いやー、ちょっと、1万貯めますか。1万貯めましょう。ブリザガはねちょっと買っておきたいかなと思うんで。もう回ってないとこないっすよねさすがにね。そしたらちょっとだけ最初の方だけ見てみます。いや
ー、これ砂漠降りられるの。そうか、ここでええわ。ちょっと本当に最初の触りだけ見て1万貯まるぐらい、それでいいかなと。ブリザーだ。79。まあこいつもね、一回戦ってなんか全然動かなかったやつなんですよね。まあ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 、よし。一発でクリアはちょっとやっぱり厳しいかなと。おお、このこっちのタイプの曲か。怖えな。宝箱があってってことか。はいはい、なるほどね。上にはすぐ行ける。くわー、メデュースコーくーって感じっすね。こいつらか。これどうなんすか。これまずいな。大丈夫かな。よしよし、3がいいね。全員決まっちまえ。いけるね、198。うわ、ちょっとちゃんとちゃんと、よし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 。睨みさえ来なければ大丈夫だからね。よっしゃ、危ねえ危ねえと。怖いわマジで。試練の指導以来ですねこいつらはね。もう3000。うわっ、あいつがティアマットってやつか。もしかするとこれは何。これ関係ない。くやーちー、マジかよ。サンガーマジライア頼むぜ本当に。これ振りじゃないからねライア本当に。やっても意味ないですもんね本当に。いや本当ライア頼む。うわっちゃん、怖い怖い怖い、マジでマジでライア早く頼むって本当に。うわライア一番最後じゃねえか、くそこの野郎。くわー、今睨み2回やられましたからね。もうタイガーなんかどうなってもいいのよ。おお、よし、全員倒したよかった。怖いわマジで。あ、そっか、リボンしてるから一応ライアとアシュトは大丈夫っていうあれかな。多分リボンが今までの全部のシリーズをなんていうか踏襲そのまま引き継いでいれば、リボンしていれば大丈夫なはず。こいつなんだろうね、怖いねこいつはね。ちょっと話しかけるのは怖い、さすがに怖い。でここでケアルとかが使えるわけですよ。まあ本当に微量ですけどこれが大きいのよね。で初めて白魔導士の魔法を使うと。宝箱こうめっちゃあるね。これまあエンカウントするんでしょうけど取っていきますか。テント、お、敵出ないっすね。あ、これも、あ、また防具打ってくんの忘れたな。そっか、売ればよかったのか。ちょっとやっちゃいましたね。まあいいや。クリスタルのじゃない。いやー、それ以上いいね。イージスの盾すげえ。うわー、すげえ。ちょっと待て、これはシグル装備できたら嬉しいんですけれども、42、60。
ちゃあっちゃあっちゃー、シグル、やっちゃったね、シグル。ちょっと待ってね。こう下手すと、守備力、66、36は、変わっちゃう、下がっちゃう可能性なくもないっすよね。あー、でも、じゃあこっちの方がいいね。なんか特殊攻撃防いでくれるでしょう。おし、うわー、すげえいいわ。すげえ太っ腹。シャープソード、目の付けどころが、はい、アイスブランド、50、104。これ下がると、これ下がるわけですね。なんで置いてあるっていう。ディフェンダー、微妙だな。42、86。なんなん、シャープソードって。別の職業を、もしかしてよ。はい、違うと。まあまあ、まあいいでしょう。ちょっと待って。テッシーが結構 HP 減ってるんですよね。ケアル使ってあげよう。ここで、おっつ、ブラックナイト。ブラックナイト。ほう。ちょっと待って。ヘイスト、ホールドとか使って、いや、ちょっとちゃんとしよう。テッシーに一回使ってあげて、サンガー行こう。ブラックナイトが実際どんぐらいなのかっていう。うい。よーし、一発 KO。いいね。通常攻撃っぽいけどね、ブラックナイト。どんぐらいのもんか。あー、なるほど。もう先に倒しちゃうことに越したことはないっすね。ナイトメアはもう話な、睨みみたいなやってきたかどうだったかな。あ、鼻息か、暗闇か。そうそう、暗闇になっちゃうやつですね。じゃあ大丈夫、何の問題もない。よしよし、オッケーオッケー。ナイトメアがね、出てきたところで、この癒しの杖がね、手に入ったんですよね、確かね。これは嬉しい。よし、うわー、めっちゃ金もらえる。これ思った以上の金手に入りますね、これ。こわくそー、炎の盾もういらねえだろ、どうしたら。これダイヤシールドの方が高く売れる気がする。癒しの兜、これどうなのよ。これは66、34、42、60でしたっけ。これはシグル装備できるだろう、お前。よし。あ、でも、なんか、回復するんじゃない？癒しだから。なんか HP、一歩歩くと HP 回復するとかじゃない？違うの？36に全然変わんないっすね。お、3400。で、一回は、まあ、あいつがいると。回復全然しないっすね。何が癒しの兜だと。アイテム、ポーションは全部持ってますからね。ちょっとあいつに話しかけんのは、まあ、怖いっちゃ怖いけど、ただもうこれ、そうっすね、ほぼほぼマックスっすよね、この状態。
ライヤがファイが使えないぐらいですもんね。まあ行きますか。そしたらちょっと話しかけて敵じゃないかもわかんないですから。お、あなた方ご主人様ですか。いや、それはわからんぞ。ワープキューブここで使うのかな。あいつに見せんのかな。お、キメラ。どんどん新しい敵出てくる。この後ろの石板も多分ルフェイン語なんだろうね。なんか書かれてる。絶対なんか書かれてるんでしょうね。まあサンガーやっちゃって、ホーリーまだ使えないと。どうしよう。その白魔同士のね、攻撃がやっぱりホーリー。今しかも使えないっていうね、避けやすくなった。4回ヒットで29、すごいね、素晴らしい。このインビジが、うわ、本を使ってきやがる。インビジが今まさに決まった瞬間、一番びっしりびっしり綺麗に決まった瞬間でしたね今ね。よしよしよし、順調。スリプルやっちゃってバファイでいいんじゃない。炎を強くなると。さあどうだと。炎やってこない。分かってんのかキメラお前は。効果がない。うわー、炎やってこないっちゅうね。よしよし、やっぱねシグルがね強くなって7500。マジかと。すげえ金もらい。4万5000目標だった。もう9万いっちゃいますねこれ。ヒーラー使おう。よし、 OK。 これ1階の宝箱全部もらえましたから、まあ、宝箱のね、中にギルが入ってたのも大きいんですよね。か、そうだ、こいつらいたんだ。怖えな。大丈夫かな。あーっざっ。急に弱気になる。ちょ、マジ、マジ、マジ頼むわ。リボンあるけど、いや、マジ頼む。よっしゃ、よっしゃ。これでなんとかなんとか。ブリザラでも大丈夫。あーでもそっね、ダメージが結構偏りありますからね。魔術師、ま、魔術の杖か。それ使ってもいいのかもしれないですね。よしよしよし、まあとりあえず一旦ちょっと階段見て2階どんな感じか、さっさっと見て帰りましょう。そうすりゃ9万、これ結構金もらえますもんねこいつらでも。9万で帰ってブリザガとなんか買ってきますか。どんな感じだ。あー結構広いね。9万貯まった。たまんねえな。大丈夫か。ちょい不安。あーこれは1本目。あ、こいつらでたまりますね。5000。もうトラのタヌキの川残用ですけど、ブリザラでバファイ。あーバファイちょうど使えねえし。そう、インビジ、仕方なくインビジ。あ、ちょ待って、アシュトにやっときゃよかったんか。ブリザラめちゃめちゃ効くね。そしてやっぱ炎ってことなのかな。アシュトでダテル、あそうか、テレポあるからもうどんどん進んじゃいましょうね。これでテレポ使えなかったら受けますけど。ちょっと待って、どんどん進んじゃおうって言ったものの若干はやっぱり怖いんで。あ、
ケアルがもしかしてこれや、ケアル側全開かもしれないですね。もしかすると。ディラディラリンがなんないんで、もうデフォルトで全開なのかもしれない。ロボットたちがいると。いいっすね、こいつら。金持ってるからね、こいつら。こいつ。2500ですから。で、もしノーダメージで倒せるんだったら、ああ、おいしい、おいしい。めっちゃおいしい。いやー、天空人、金持ってますね。天空、いいね、さすが。地上から金巻き上げたんですかね。なるほどね。ちょっとここの中も見てみましょうか。まずいぞ、こいつ。あ、ウェア、こいつ、あれ？この前いたやつと色は似てるけど、うわ、どうなんだろう。こう、ちょっと急に怖くなった。ファイラ使ってきたやついましたもんね。ちょっと怖いな。ああ、攻撃してくるね。ファイラを使ってきたあの緑っぽいやつのタイガーの弱いバージョン。あ、大丈夫ですね。弱いバージョンですね、そいつらも。毒。確かあいつらも毒やってきてたんで。じゃあ大丈夫。試練の城の周りにいたやつです。そいつらだったら全然問題ない。もう魔術の杖と癒しの杖で OK ですね。多分そんなにお金ももらえない、普通ぐらいですね。でテッシーの攻撃で完了と。でここ、あ、でもめっちゃ金持ってるから全然敵としては違うのかな。魔法でポイゾナ、ちょっとここまで来たら中の宝箱は取りたいなって欲が出てきますね。うわー、怖い怖い。こういうちょっと機械的なやつ怖いんだよね。オメガとかさ、いたじゃん。いたじゃんって5の話だけれども。でしかもダメージちっちゃかったっすよね今。なんか怖いっすよねそういうの。この宝箱は取っておきたいかな。サンダラ効くか。効くね。じゃあ魔術の杖で癒し。急に変なことやってきそうなね、サークルとかね。よーし、持ってねえな。おお、順番にいっちゃおうか。いいね、トールハンマー。これはアシュトですね。ちょっとね30分過ぎちゃうんですが、ここの宝箱だけこれ回収していきましょう。21、33。おお、ちょっと上がった。こっち？あ、これ取ったか。よし。いいね。いいね、ミラージュの塔。コテージ。ミラージュの塔、いいじゃない。サンブレード、太陽の剣。これもまた強そうじゃない。ちょ、待って。そもそもテッシーよ。50、104。でも今までのことからすると、あ、上がった、強い、いいね。
ルサンブレードでしたか。1万と。これ防具か。うわー、すげー防具手に入るな。ミスリル兜を売ろう。あ、捨てよう。うおー、強そうなのがまた。これはさ、さすがにシグルでしょう。うわっちゃー、ついにナイトの鎧売る時が来たんか。これもしかすると66、36。おお、めっちゃ上がる。ナイトの鎧より上がって回避率も上がると。いや、ついにナイトの鎧売る時が来ましたか。よし、じゃあちょっと、じゃあ出よう。さすがにちょっと売ってきたいんでね。え、でも、え、15万もう貯まってる。すごいね、ここ。よし、はい。そうしましたらね、村に戻りましょう。戻って、まあ、ブリザガとかね、買ったところ、買って、こんなん買いました、宿屋泊まりましたっていうところから進めていきたいと思います。ぜひ次回もよろしくお願いいたします。テッシーでした。失礼いたします。Thank you.